今日の配信のテーマは、こちら、武道格闘技についてというねテーマで今日は語らせていただこうかと思います。そうですね、こうなんかツイッターとかの方をフォローしていただいている方はご存知かと思いますが、私はね去年の、秋ぐらいからちょっと総合格闘技とかを始めたんですけども、ネオさんいらっしゃいます、こんばんは、いつもありがとうございます。そうですね、私は実はですね、こんばんは、今日のテーマは武道格闘技でちょっと語っております。ですね、私は結構武道とか格闘技が実は好きで、あまりね知らない方からすると意外そうに思われることもあるんですけども、中学の時とかに空手とかをやっておりまして、去年のこう秋ぐらいから総合格闘技を習い始めまして、もともとですね、小学校ぐらいまではどっちかというと運動とかって嫌いな方で、本当絵に描いたようなもう細い、もうね背も低いし体も細いし、もう本当もやしっこみたいなね感じだったんですけども、中学の頃に坂本龍馬の影響で、私ね谷山龍というんですいう名前は坂本龍馬から取った寮でして、でその坂本龍馬の影響で剣道をやり始めまして、中学の部活から。でそれがそうですね、武道に触れた一番最初ですね。まあそれまで運動なんて全くしたことがね、ほとんど外で遊んだりとかもねほとんどしない子供だったので、絵に描いたようなもやしっこだったんですが、なんか剣道をやり始めてから、そうですね、中1で剣道をやり始めてからなんか妙にこう謎のストイックさを発揮して、暇があれば筋トレばっかしてるようなね少年時代になっていきまして、でその体とか鍛え始めるとなんかもっと強くなりたいという欲求とかがね出始めて、で当時から映画とかがずっと好きだったんですけど、映画の影響でスティーブン・セガールっていうねアクション俳優がいるんですけども、今ちょっとなんか最近はあんまり映画とか目立った活躍、主演はされてないのかな、たまになんかされてるみたいなんですけど、極端だな、本当ね自分でもそう思いますね。もう昔から割と極端から極端に触れるね性格でした。いいね、ありがとうございます。スティーブン・セガールっていうアクション俳優が、合気道とか空手とかその日本武道を収めて、それでハリウッドでこうアクションを見せるっていうのでもうすごいブームだったね時代がありまして、当時のこのね映画少年たちはね、やっぱアクション映画とか好きな人はすごいね憧れた人が多かった俳優さんで、ガメラのヒロインの草薙麻木役の藤谷綾子さんのお父様 そのガメラの方から見てスティーブン・セガールっていうアクション俳優いるんだっていう感じで、でそれでね映画見た、まあこのねスティーブン・セガールさんがめちゃくちゃ強いっていうね、強いの強いがねこの映画の中の多分ね皆さんがそうこの見たことある人はねまあそれがこう売りって感じなんでしょうけど、って印象を持ってると思うんですけどね、本当大体アクション映画とか見るとこう大体まあ強いやつでもちょっとピンチになったりしてなんだかんだして血まみれになりながら勝つみたいなパターンが多いと思うんですけどもね、この人の映画はねもう最初から最後までとにかくね強い強い
もうピンチにならない、もうひたすらもう敵をちぎっては投げ、ちぎっては投げ、もう腕とか首とかへし折りまくってね、暴れ回ってやっつけるっていうね、なんかそういう、もうゴジラのようなね、カタルシスのあるね、映画で、まあ、それが売りっていう感じの俳優さんで、でまあね、当時それを見て結構衝撃を受けまして、いいなって思ってね、なんかそういう素手の格闘技もやりたいってね、思って、こう、で、最初はスティーブン・セガールさんが合気道をやってらっしゃるがメインのアクションだったんで、合気道をやりたいなって思ったんですけど、で、市民体育館に見学に行ったはいいんですけども、合気道の、その当時やってた合気道の教室がなんか、ちょっと、なんかね、まあ、大人3人ぐらいで、こう、なんか、こう、こじんまりと練習してるような、まあ、本当社会人サークルみたいな感じで、ちょっと中学生が飛び込むには若干なんか敷居が高い感じで、そうか、じゃあどうしようかなと思って、で、同じ場所で空手の教室やってて、で、そこを見学行った時に、あ、よかったら体験していきますか、みたいな感じで声かけていただいて、で、まあ、スティーブン・セガールさんも空手をね、やってらっしゃったので、あ、じゃあ空手やろうって感じでね、空手をやり始めました。みたいな感じでね、で、まあ、中学時代はもう、剣道部やりつつ、その、中2ぐらいから空手の道場に通っていた感じです。で、その間はなんか、まあ、暇を見てはね、体を鍛える少年でした。ね、当時、腕立て伏せ100回できるようになったら、5000円やるってね、うちのね、父親に言われましてね、まあどうせね、できねえだろうってね、思ってたんでしょうけどね。わ、こ、やってやるぜって感じでね。意外、もうそうなんですよね。多分こう、意外って言われること結構あるんで、で、確かに、当時を思い起こすと、ようあんなにやってたってね、今思うとね、結構思ったりするんでね。あの頃は割とちょっと、まあ、でも10代の男の子はね、割とそういう時期がね、あったりするんですよね。なんか強い男に憧れて、なんかね、シャドーボクシングし始めたりとか、筋トレし始めたりとかみたいなね。それでね、うちの、そうそう、女の子がメイクに目覚めるみたいな、あ、そうっすね。それすごい近いと思います。多分女の子はそういう女らしさとかそういうものにね、目覚め始める時期で、男は男らしさとかそういうのに目覚め始める時期なのかなとね。そういう感じでね、そう、あ、なるほどね、そうですね、あんまり考えたことなかったけど、でもまさにそうだと思いますね。で、そうですね、父親が腕立て伏せ100回できるようになったら5000円やるよとかってね、言ってて、1年ぐらいね、もう気が、こう、時間がありゃ腕立て伏せね、しててね、大体、もう運動ゼロから1年で腕立て伏せ100回できるようになったっていうね、あの頃のストイックさは結構異常だったなってね、すごいって、ほんとね、ようやったなってね、結構思いますね。まあ、若いって素晴らしいっていうね、でね、あ、風見さんいらっしゃいませ、こんばんは。今日はちょっとテーマを決めて語る感じで、ちょっと武道格闘技というテーマでちょっと語っております。実は私結構昔から武道とかをやっておりまして、それについてちょっと語ってます。私は祖父に同じようなこと言われて、1000円もらえなくて、ついでに風邪ひいたのに、それひどい、1000円もらえなくて風邪までひいた、あれ、コメントが表示されない、あれ、コメント表示されない感じですか。こっちから見ると結構みんなちゃんと表示されてるんですけど、どうなんでしょうね。
私もさっきされなかった。なんでしょう。電波的な回線が若干タニパティーン。一回再起動してきます。了解です。一回抜けたら見れるようになった。なんかそういうことってあるんですね。なるほど。同じくです。じゃあやっぱなんか全体的にちょっとそういう感じなんですかね、今日は。なるほど。なんだろう。まあ、電波なのか何なのか、あれですけど。一回抜けて見られるようになったんだったら、あれですか。ポコチャから通知が来るんだけど、そこから入ると見れんかもしれん。なるほど。それちょっと、あれですね。なんだろう。まあ、機械物なんでね、不具合があるときは、はあるんでしょうね。アプリ立ち上げてから入るといけるかもしれない。なるほど。コンピューター系は、ちょっとよくわからん感じのね、エラーがあったりするの。見れました。よかったよかった。なんか、そうですね。なんだ、ああ、そう。やれたらくれるって言って、もらえないの、それ、すごい、よくないです。うちの父はね、ちゃんとくれました。言ったことは、まあ、守るって、まあ、当たり前だと思うんですけどね、本当に。あと、中学時代、そうだ、ミリタリー系のね、エアガンとか、まあ、これも映画の影響なんですけど、エアガンとか銃とかにね、ハマってた時期がありまして、それもあってね、結構、体鍛えたりとかってね、にハマってたのもありますね。初詣の寺の石段の数を数えたら1000円やるって。ほう。石段、なんか、お寺のね、あれにもよりますけど、結構な数だと思うんで、それもらえないの嫌だなって。もらえんかったし、初詣だったから風邪ひいた。ORZ の、いや、それは ORZ なりますね。いや、そうね、大人がそういう嘘ついちゃダメだよって思うんですけどね、本当に。しかもなんか、要求が若干謎ですしね、石段の数を数えたら1000円やるって。大人は信じない。いや、もう、すべての大人を信じないのがいいかわからないですが、信じちゃいけない大人ってのはね、一定数いることは間違いないですね。今もねって、まあ、いや、それはね、そういうことがあるとね、しょうがないです、それは。そういうことあるとね、人間不信に、ね、なりますよね、本当にね。よろしくないね、本当ごめん、ぶった切った。いやいや、全然大丈夫ですよ、もう本当。流れとかね、気にせず、ガンガン何でもコメントしてください、皆さんも本当に。思ったことあったらね、バンバンコメントしてくれるとね、話す方も。話しやすいし、楽しいです。ね、ね、朝ね、こう、中学ぐらいまでは、映画の影響で空手とかやり始めて、それで、ちょうどね、五星戦隊ダイレンジャーっていうね、戦隊ものがね、あるんですけど、ちょっとね、皆さんご存知かわからないんですが、これがリアルタイムでやってたわけではなくて、自分がね、小学校ぐらいの時にやってたんですけど、なんだったかな、ガメラかなんか、とりあえずしょっちゅう見るビデオがあって、それが、
映画の、確かにガメラがゴジラだったと思うんですけど、それが当時、まあそのね、何年も前に撮った小学校の頃の大レンジャーを毎週撮ってたやつのビデオの上にこの重ね撮りをして入れてたんで、入れてて、でまあその当時こうね、何度も見てたその映画を見ると、終わると大レンジャーが必ず流れるっていうね、まあちょっとね不思議な状態だったんですけど、でも大レンジャーが憲法を駆使して戦うっていう戦隊もので、でなんかねこの暗殺憲法を使う殺し屋とね、イケメンのその殺し屋とレッドがね戦う話がちょうどその後から入ってきて、あるある、夏井、あるあるある、そうね、夏井、お何年前かな、あれ中学、小学校の何年、1年の時10レンジャー、小学校2年ぐらいか、2年ぐらいか、ね、その小学校に、俺が小学校2年ぐらいだから、リアルもう20年以上は確実に前の、20年どころじゃないよ、25年ぐらい前の作品です。でまあそのね、大レンジャーのその憲法で戦う決闘のシーンが映画見たら必ず出てきて、でねまあ結構だね、もうまあ中学ぐらいになってたけど、あ懐かしいなーって思ってね、見てるとね、見てると面白くて、でなんかねその大レンジャーを一回一からね全部見た時期がねありましてね、でその大レンジャーが主人公たちはなんか中国憲法と気力を使って戦うっていう設定で、まあそういう敵もなんか憲法とか空手とか使って戦ったりするんですけど、そのねエピソードがすごい好きで、なんか見てた時にねすごい、あかっけえって思って、で自分も空手やってたから、なんかねそこにも影響を受けてね、なんかすごい武道とか格闘技大好きってね感じになりました。なんでいわゆるテレビとかで K1 とかね、プライドとかも見てたんですけど、どっちかっていうとこのリアルの競技を見て影響を受けたというよりは、映画とかそういうフィクションで影響を受けた感じですね。だいたい自分世代だとなんかジャッキー・チェンとかブルース・リーとか映画少年はね、なんかそういうので影響を受ける人がね多いんですけど、私の場合はスティーブン・セガールから入った感じでした。ですね。でね、こう、なんだろう、このね、そういうスティーブン・セガールとかが日本武道から入ったからな、あと自分最初が剣道から入ったからってのもあったんで、割と当時はなんかね、当時というか、そこそこの年齢までなんか、なんだろう、そういう狂気の桜のナショナリズムスじゃないけど、日本の武道が好きみたいなね感じでしたね。武道格闘技が好きというよりは、剣道とか空手とかがすごい、柔道とかそういうのは興味あって、逆にボクシングとか、相手もまあね男の子はハマるの、ボクシングとかキックボクシングとか影響を受ける人もいますけど、そっち系はねあんまり興味はね当時はなかったですね。感じで、でまあ高校ぐらいに入るとね、バキとかに影響を受け始めてね、中高生と格闘技漬けというか、そういう感じの学生時代を送ってました。お、日本の武道家、高校生の時弓道部かっこよく見えた。ああ、弓道部かっこいいですよね。袴履くやつですね、すごいかっこいいなって思うんですよ。だから、そうそう、あ、袴で歩いてるの、かっこいいって思うね。だから、剣道もね、袴かっこいいなって思ったから、やりたかったのもありますし、でね、合気道とか、居合とかもね、もちろん弓道とかもね、すごい、袴いいなーってね、おおって思うんです。ね、そう、結構ね、まあその日本武道が好きだから、結構私は道着フェチというかね、道着萌えな感じがね、とこがありまして、なんで昔、ね、K1 とか
で、空手の選手が出るときって、昔は空手の選手は空手着着てね、出てたりして、キックボクシングとかボクシングのトランクス1枚の人と空手着着た人がリングで戦ってたりするのに、おおって思ったんですけど、なんかいつの間にか空手の選手とかもなんかね、道着じゃなくてトランクスになって感じで、こう、なんだろうね、でも道着で出たらいいのにとかって思ったりするんですけどね。全然関係ないんだけど、私か袴を着たことなくて、でも、そうか、普通にでも生活、そうね、でも武道とかやったりとかじゃなかったら意外と着る機会ってないかもしれないですね。そうですね、成人式の時に振袖か袴か責められた、そうですね、成人式の前撮り会。ね、成人式の時ぐらいでしか、でも袴とかって着る機会ってこう、ないはないかもしれないですね。私もこの武道をやってなかったら多分着たことなかったと思うね。あ、もう役者やってた時にちょっと着たことありましたけど、ただそれも剣道やってたからその道に入ったってあったと思うんでね。ドレスか袴か迫られた。で、袴は二度と着れないよなんて言われたんだけど、ね、まあなかなか着れることないと思うね。まあ、女の子はドレス着たいんだけど、まあそうですね。わかる。なるほどね。まあ、でも、てかドレスも着れないかもしれんよ。そうっすね。なんか成人式のこのね、女性のドレスってどんなのかってあんまりちょっとピンとこない感じですけども、多分あんまり着ることってないと思いますしね。そんなこと思い出したってね。ドレスは結婚式で着れるけどって。なるほどね。なるほどなるほど。袴は振袖の上から重ねて着るタイプだったって。なんかよく写真で見る感じの。あ、それだけです。あ、いえいえ。なるほどな。そうっすね。女性は振袖のこのね、着物のイメージが強かったですけど、袴もね、ありますもんね。自分の時は本当、スーツ一択でしたね。あんまり、袴とか着るっていうのはね、選択肢が、なんだろう、当時どうだったかあまり覚えてないですけど、普通にスーツだけ着るっていうあれだったな、特に。あんまりそういう選択すらなかったっけ、感じで。でもやっぱり女の子はやっぱ、振袖とかね、綺麗でいいと思うんですね、ドレスとかも。ですね。で、まあ、そうですね。あ、日本の武道が好きって話でしたけど、なんだろう、こう、割と問題発言かもしれない前提で、ね、そうね、こう、武道とか格闘技をやる動機で、喧嘩が強くなりたいからやりたいけど、何がいいですかみたいなのね、こう、よく聞くと、武道とかは喧嘩に使うものじゃありませんみたいなね、感じでね、こうよくね、必ずお説教をね、されるっていうのがね、どこの場面でもよくあるんですけど、まあちょっとね、今格闘技、現在進行形で習ってる中でね、こういう発言をね、するとね、ちょっとね、まあお叱りを受けるかもしれないですけど、まあ私はね、こう、まあ若い、特にね、学生の男の子とかがなんかね、そういうのやる、まあ、喧嘩が強くなりたいって正直でいいんじゃないのってね、思ったりしますけどね。私もね、まあ、喧嘩強くなりたいって思ってね、やりましたしね。でね、また喧嘩強くなりたいって言ってもね、実は喧嘩したことはね、ないんですけどね、こう、本当に。まあね、格闘技とかやってると、あ、でもけ、あ、喧嘩強いっすね、とかってね、言われるけど、いや、喧嘩強いかって言われると、わかんない。したことがないんでね、その殴り合うような喧嘩は。特に男の子は
喧嘩が強い弱いって結構学校のヒエラルキーにね、直接影響するんでね。だからまあ男の子は武道とかね、ちっちゃい頃からやってたらいいんじゃないかなってね、思ったりはしますね。でね、やってるうちに喧嘩とか興味なくなっていきますしね、なんか実際問題。よく言われるあれはね、もう動機はだからそんなんでいいんだよってね。あ、わかる。女の子も顔でカースと決まる時もある。なあ、なるほどね。やっぱこう、どこの世界でも、女の子は女らしさ、男は男らしさみたいなのが影響してくる感じですかね。女の子だとやっぱ、まあ、顔の良し悪しというか、派手めで目立つ子みたいなのが、自分の頃はやっぱ目立ってたかなって思ったりますよね、そのカースト的に。てか喧嘩が強くなりたいが悪いとは思わんけどってね。そうね、まあ私もねそう思うんでね、あえて言います。喧嘩が強くなりたくて格闘技やって何が悪いって、ね、モテるが正義。ああ、でもなんか、なるほどね。女子は割とそうね、この男子はね、意外と中学ぐらいまではあんまりモテるとか興味ない人が多かったね。やっぱ女の子の方がその辺ちょっと大人なんでしょうね。男子はもうほんとバカみたいにね、騒いでる連中ばっかりでね、モテるモテないとかを意識しだすのってやっぱ高校生ぐらいから？高校生でもやっぱまあちょっと層によるみたいな。そうなのかって、そうなんですよ。意外とね、ほんと、学校とかね、人によったりもしますけど、でも、モテたいってね、言う男もね、中にはいましたけど、あんまり少数派っていう、どっちかっていうと、ね、どっちかっていうと、なんかモテる、モテない気にするの、ちょっと恥ずかしいみたいなのがまだあるような、なんかね、そういう時期だったかなとかって思いますね、今、こう、周りで見ると。そう、まあ、ああってね、本当そうね、意外とそんな感じでしたね。中学はもう本当そんな感じで、高校ぐらいになると、まあ彼女ができた、できんだとか、なんかね、そういう話をちらちら聞いたりしたりはね、しましたが、私はじゃね、高校ぐらいまで割とガチで恋愛と無縁だったんでね、そういうのと、縁遠い世界で生きてましたね。ねえ、ね、本当、まあ、男子のカーストはまあいろんな要素はありつつも、喧嘩が強ければいじめられることは基本的にないって感じなんで、ね、自分なんかもう本当グループに馴染めない人間だったから、本当いやもう中学でなぜかそれにそういう格闘技とか目覚めたからあれだったけど、目覚めないまま行ってたら、いじめられっ子街道真っ白だっただろうなとかね、思っちゃったりはしますね。お芝イオンさんいらっしゃいませ、こんばんは。おありがとうございます。ねえ、こうアプリ落としてくれたんですね。この芝さんという方は、私が大阪時代に俳優をしていた時にね、同期だった方で、ちょっとツイッターの方で、どうやって見るんですかってね、質問してくださったりね、こうやって来てくれて嬉しいです。ありがとうございます。ね、今日は、ちょっと武道格闘技という、ちょっとね、テーマ決めて配信する日がね、あったりするんですけど、今日のテーマは武道格闘技っていうテーマでちょっと語っております。ね、すごい。そうそう、まだね、何気にネット上ではね、SNS 上では、つながりがね、ある感じで。またね、ちょっとそのうちお会いしたいなとね、思ったりはするんですけど。そうですね、芝さんと同じ事務所にね、いたんですけど、そこはね、時代劇とかやってるとこで、殺陣とか結構ね、やらされたんですけど、まあ、中学で剣道やってたから、こう、そういう世界行ったっていうのはね、あったんで、本当
学生時代に剣道とか空手とかやったのはかなり影響は、後の人生にだいぶ影響をね、与えておりますね。で、高校卒業してからはね、ちょっとそういう、最初タブレットで見ようとしたまさかの縦表示のみ、スマホにしました。あ、ありがとうございます。すみません、なんかもうわざわざ。そうなんですよね。なんか縦表、最初ね、自分もこう配信やった時に、縦かって思ったんですけど、今なんか縦がね、多いみたいでね、結構いろいろ見てると。なんかもう時代の変化をね、感じます。お記念すべき50番目のコメントは、しばよんさん、ありがとうございます。ね、いや、もうぜひぜひね、ちょっと、せっかくなんでね、コミュニケーションもね、こうやって取っていけたら嬉しいです。配信とかもね、されるかわかんないんですけど、ちょっとフォローしときますね。ありがとうございます。ちょっとね、これまでの流れ的には、まあ映画の影響で格闘技とかやり始めたよってね、感じのね、話をずっとしておりました。やっぱそうですね、ちょっと高校ぐらいからバキにはまったみたいな話をしましたけど、男は生まれたからには地上最強を必ず一度は目指すとね、いう名言がありますけどね、まあ例に漏れずね、私もそういう時期はね、ありまして、これはね、なかなか女性の方はね、分かる人分からない人いるかもしれませんがね、男性はね、多分ね、分かっていただけると思うんですけど、男はね、必ず一度はね、そういう時期がね、人生でね、あったりするんですけどね。で、まあどこかでその夢をね、諦めながら生きていくんですけども、高校卒業と同時にね、まあ大阪に出て行ったんで、一旦空手とかもね、やめたんですけど、で、その後も結構、芝居、格闘技とかずっと好きだったんで、なんか体鍛えたりとかはずっと続けつつ、そういうね、時代劇の殺陣をまあ習ったり、仕事でちょっと行ったり、で、自主映画作る中でアクションものをやるとかでね、練習したりとかっていう感じで、ちょっとやっては、ぼちぼち、そういう世界に、好きっていうのはね、のことは続けてはいたんですけども、でね、またどっかでやりたいなとはね、ずっと思いながら、ぼちぼち体鍛えたりするだけでいたんですが、去年のね、秋ぐらいにちょっと、たまたま、ほんとたまたまね、なんで見たんだったかな、Facebook かなんかで、この総合格闘技のサークルが、このね、地元で、米子であるっていうので、しかも結構やりたいなってずっと思ってたんですけど、大人になってから始めるってなんかハードルが高いというか、言ってまあね、今更30超えてプロの格闘家を目指すとか、最強のなんかね、そのガチの世界を目指すっていうほどではね、やってるうちに徐々に上がっていくことはあるかもしれないですけど、いきなりそこ入るって感じではちょっとハードル高いなと思ってたんですけど、で、このジムとかはね、米子もあったりしたんですけど、割となんかそうね、プロ養成みたいな感じで、自分は体育会系のね、このノリがあんまり好きじゃないんです。そういうのも、運動は好きだけど、体育会系のこの感じは好きじゃないっていうね、難儀な性格もだったりしてね、それもあってね、あんまり、どうしようかなみたいな感じだったんですけど、ちょうどそのね、サークルで初心者歓迎でまったりってね、感じでのところを見つけて、谷山さんにとって格闘って趣味ですか？そうっすね。格闘技は、趣味は趣味ですね。ただ、
割とまあそういうね、こうやってテーマ組んで語るぐらいに、自分の中でこの、同意、ですよね。分かってくれてね、嬉しい。多分ね、勝手にですけど、柴さんは分かってくれると思ってた。うまく言えんけど、さっき聞いて女の子にとってはメイクなのかなって思って、なんか生きていくうちに必要なのかなみたいな。そうですね、まさにね、そう、なんだろう、まあそんなに、じゃ格闘家目指してた時期があったかっていうと別にそうじゃないし、そのね、プロの格闘家になるぜって思ってた時期は別にないし、なんならやってない時期の方が人生でいうとね、まあ、高校以降は今まで全然やってなかった、習ったりはしてなかったんですけど、ただ自分の人生の中で外せないパーツというか、なんだろうな、とても重要なね、何か、やっぱそれは映画が好きで、そういうアクション映画が好きだとっていうのもあるでしょうし、なんだろう、生きる中に自分の人生で外せないピースではあるかなと思います。その女の子にとってのメイクなのかなっていうのは、だからすごい的確だとね思う。あ、なるほどって思って、そのね、女性はやっぱこう綺麗にねなったりを目指すと思うんですけど、その自分の中で強くなるっていうのはそれに近いところが、ああそうですね、私はメイクを趣味で勉強するんだけど同時に実用でもあるみたいな。そうですね、うん、同時に実用でもあるっていうのは確かにそうだなって思うのが、本能的に自分での中で必要だなって思ってたんだろうなってね思うのが、自分はやっぱこう今多分、ね、やっぱり人と違う生き方をしてる中で、やっぱ強さが必要な場面って何度もあったなと思う。まあ、それはね、その精神の支えとなる部分っていうのもあれば、まあ、実際のこのね、まあ、結構イベント業とかやってるとね、まあ、やべえやつがね、中にはいたりするし、実際こうね、一触即発みたいになったこともね、結構あって、まあ、幸いにも殴り合うような、ね、ことになったことはないんですけど、多分こう普通の社会で普通に生きていくのではなく、やっぱ自分でこういずれ独立してね、こういう今自営業でとして、まあ去年から独立してやっているのですけども、やっぱいずれそういう生き方をするんだろうな、というか多分普通の会社員で生きていくことは無理なんだろうなっていうのを多分どっかで本能的に悟ってて、でそういう生き方するにあたってはやっぱ強さって必要なんだなと思ってたんだろうなってね思ったりはしますね。本当、なんだろうね、生きる中で、本当ね、もうイベント業とかやりながらで、やべえなっていうね、時はね、何回かね、あったりはね、したんですけど、そういう中でやっぱ、こう、強くないと、ね、わかるって、分かってもらえるとね、本当ね、嬉しいんですけど、こう、なんだろうな、実際に殴り合ったりしなくても、なめられないようにする、その中の一つのパーツだったりはするのかなとか、やっぱね、その現代社会に生きてたらね、そんなね、格闘になることはないでしょうけど、それはないだろうとね、言われるかもしれませんがね、それって意外とそうでもないというか、まあ、本当頭がねおかしいような人っていうのはね、現れて絡まれるみたいなのはね結構あるし、でじゃあ警察呼べばいいかっていうのを、警察呼べばいいはね正しいと思うんです。ただ警察呼んでもね秒では来ないんでね、来るまで最短でもやっぱ10分15分とかねかかるんで、じゃその間にじゃやられちゃったらどうなるとか、ね、ああ、舐められないかっていうのは分かる。そうですね。やっぱこう、女はなんだかんだ見た目大事ですから、美人は舐められないかもってね、そうね、それは本当、本能レベルであるとはね、こう、やっぱ、
女性は綺麗だと一目置かれるし、男は強ければ一目置かれるしっていうのはね、なんかやっぱ生物の本能レベルであるかなと思いますね。プラスアルファ付加価値ですね。女性のメイクも谷山さんの格闘技も世の中で前に出るためのツール歌手はね、そうですね。確かに特にこう自分を売りに出していくには結構必要なものかなと思ったりはしますね。直接会った時は特に。なるほど、もうそうですね。あんまりこう深く考えたことなかったですけど、そういうとこってあると思いますね。あ、なんかちょっと新たな気づきがあった感じ。有意義な配信だ。ね、こういう会話の中から新たな気づきがあると感覚はね、私はすごい好きなんです。こう、ジャニーズがバク転できるみたいなのも通ずるものがあるのか。あ、そうですね。やっぱ身体能力が高い男って、こうやっぱ一目置かれるっていうのは、やっぱこうね、生物的な本能的なところはね、あるとは思いますね。あんまりね、まあ、自分どっちかというと運動神経いい方じゃないんで、体鍛えるのは好きですけど、だからスポーツマンがっていうのはね、あんまり畜生ってね、思っちゃったりもするんですけど、でもやっぱスポーツマンがモテるとか一目置かれるっていうのは、やっぱそういうとこはね、あるとは思いますね。こう、まあ格闘技とかはね、この武道、格闘技は精神を鍛えるものだってね、こうよく言われてね、こう、なんだろう、一見ね、いや、まあ言い方はあれですけど、ちょっと綺麗事っぽいねセリフに聞こえるかもしれないですけど、意外と、あ、でもね、一番大事なのってね、そうだねって思うのが、やっぱ、まあ、経験則で、こう一触即発な場面って、まあ何度かね、あったって言いましたけど、で、殴り合いまでは発展はしてないですけど、そこで汚されない精神力っていうのは、やっぱそういう格闘武道とかで、まあ、ついたなとは思いますね。まあ、まあ、実際ね、喧嘩とかなった時、じゃあそのね、こう、凄まれた時ビビらず、冷静に警察呼べるぐらいの精神力で、まあ、携帯とか奪われないぐらいの、買わせるぐらいが身につくのが一番大事かなとはね、思いますね。まあ、それで十分だとも思いますし、ジャニーズ、あ、違う、この次、私のスポーツマンより芸術系がタイプであるのですが、日本は平和だから。そうですね。そうですね。平和だ、それはあると思いますね。なんだろう。なんかね、テレビでそれ、同じような、なんだろう。なんか、アメリカとかは、やっぱこのムキムキマッチョメンがモテるっていうので、で、やっぱそれって、治安があまりよろしくないから、で、そういうとこだと、やっぱ、もう分かりやすいマッチョだったり、強いやつがモテるらしいんですけど、日本は別にそうじゃないから、どっちかっていうとマッチョマンって、まあまあ好きな人もいるけど、あんまり人気あるのはちょっとジャニーズとかみたいなやさ男、もう外国人から見たら日本のイケメンはもうオカマばっかりだぜみたいに言われちゃうらしいですけど、まあでも日本はやっぱ人気あるの、そういうタイプが多いっていうのは、まあ、文化圏というかね、まあ、平和だからっていうのはあると思いますね。ね、こう、あ、じゃあ谷山さんすごいねって、そうですか、すごいって言われると嬉しい。あ、スポーツマン兼芸術家でしょ。ああ、そうですね、確かに文武両道はね、目指したいとは思ってたんで、でもそう言ってもらえると嬉しいですね。やっぱなんか自分的にどっちかだけって、まあ、あのね、別に人がそうなのは別にいいんですけど、自分はちょっとこうどっちかよだけじゃ嫌だなってね、思うところあります。なんか脳筋でも嫌だし、もやしっこでも嫌だしみたいなね、こう頭でっかちでも嫌だしっていうのね、どっちも伸ばしていきたいなとは思ってますし、
ね、まあ、最近お精神を鍛えると体育会系の思考は別重要、そうそう、いや俺ほんとねそれほんとそれ、お柴井音さんレベルが2になったよ、おめでとうございます。もう声を大にして言いたいのはね、ほんと体育会系のねあれはね嫌い嫌いって言うとね、もうあれですけど、ハンターハンターみたいだって、うんうん、ね、ハンターハンターはね好きですね。もうでも本当ハンターはこうね精神とかもうどっちもいるってね、あのちょうどハンター試験の話をこの間見返しててね、ああそうだねみたいな、アマチュアハンターはね年が使えるやつはねそこらに結構いるけど、プロハンターハンター試験見返すとはアマチュアとプロってやっぱハンター違うなとかって、ね、プロはもうすごい知識からそうそう精神力から強さから全部ないと合格できないようになってんなとかって、ね、よくできてるなとか、強い剣賢いみたいな、ついでに美人、いやでもこうありたいですね、ハンターハンター美人イコール強い説、あ確かに強いキャラは美形多いですよね。ヒソカとかもあれも髪下ろしたら反則のぐらい美形ですからね。こうでも理想ですね。賢くて強くて美しい。そうありたい。本当ね、本当そこそうだなと思うのはね。あ、なってる。え、本当ですか。やったぜ。嬉しい。いや、そう言われるとちょっと照れちゃうけど、いや、嬉しいですね。もう、より磨きをかけていけるようにね、頑張りたいとね、思ってるんですけど、やっぱでも、このね、さっきの精神を鍛えると体育会系は別っていうのはね、そこかかってくると思うのは、なんでしょう。賢い、ちゃんとね、賢いのと両立してたら、してないと多分ね体育会のあの変な感じにねなっちゃうんだなと思うね。すごいやった、うん、ちょっと今調子に乗ってます。嬉しい、うん、ね、ちょっと素で嬉しいとねなんかね反応がねあんまり出せなくて、ね、しかもね言葉が止まるっていう悪癖があるんですけどね、なんで今ね素で嬉しい感じです、ね、やったぜ。あのこうね、そのねちょっと先日ね京本政樹さんのお話をしたんですけど、やっぱこう京本政樹さんってすごいね美形で、やっぱなんか昔はやっぱヤサ男みたいなね色男金と力はなかりけりみたいなイメージを持たれてたらしいんですけど、このねデビューした当時ぐらいは、でもあの方もねまあすごい時代劇ずっとやってるんで盾もバリバリ当然だし、でなんか剣道と柔道もなんか段持ちとかというか、おすげえなってね思ったりしてね、そういう意味でも自分の中で結構憧れの俳優さんの一人です ね、 ねこの今そうですね、あの最近始めたサークルのね総合格闘技のサークルはすごいいいなって思ったのは、なんかまた体育会系の人はあんまり好きじゃないってね、ちょっとこう割と論理的に物事をちゃんと教えてくれるし、まあなんかまあまったりやりましょうみたいなね感じでね、あ向上心って美人は絶対持ってる気がする、そういうことなのかなって、あそうね、で美しさを保つって努力しないと多分ね人間保てないと思うんで、やっぱり美人でいることっていうのがそのこと自体が向上心の証明だったりするのかなってちょっと思ったりはしますね。
ね、昔それこそね、まあ、さっきも言ったように、色男金と力はなかりけりとか、天は二物を与えずというね、言葉が昔からあるけど、まあそれ実際はこのどっちかある、美しいとかなんかある人ってどっちもある人が多い、なんか統計的には多いって聞きましたね。東大生はスポーツできる率も高いとか、スポーツマンはイケメン率も高いとか、それこそ俳優さんとかってやっぱ体使うこともできるとか、なんかこうやっぱそれって共通してるのって向上心だと思うんですよね。やっぱ一つのことに向上心がある人って多分他のことにも向上心があるから、トータル的に何でもそこそこできる人が多いのかなっていう、普通じゃないのか、意外と普通じゃない人も多いんじゃないかなと思いますよね。こう自分はね、持てる限り向上心を持って生きていきたいなとは思いますね。なんか、まあ、うちのね、母親が昔からよく言ってた、生きてるだけなら銀座のスズメだって生きてらーとね、いう言葉をね、なんかのセリフらしいんですけどね。おお。なんかね、常に生きるなら何かしら志を持って生きないとね、意味がないっていうね、あれで。銀座のスズメになっちゃいけねえっていうんで、これ小学生ぐらいの時に言われてたんでね、なんて親だって思うんですけど、男は強く女は美しくってステレオタイプだけをみんな一生持って思うかと思ってた。なんか銀魂に出てきそうなセリフ ね、多分時代劇のセリフだと思うんでね、ちょっと銀魂のあの感じ、世界観にとちょっと通じるあれはあるかもしれないですね。なんだろう、男は強く女は美しく、なんだろう、やっぱ個人的にはやっぱ持ってて欲しいあれですね。まあなんだろう、ない人はないでいいとは思うんですけど、なんかこう持ってる人は素敵だなってね、思うあれではありますね。こうまあね、男は地上最強を必ず夢見るけど、どこかで諦める瞬間とかっていうのね、父親のげんこつの痛みを知った時とか、ガキ大将に喧嘩で負けた時とか、なんかね、そので途中それ相応の違う道を目指していくっていうね、っていうまあそういうあれですけど、まあ、そういう何かでね、こう諦めていく人は多いかなと思いますし。私もね、別にプロを目指すの格闘家を目指してってわけではないんですけど、自分の中で目指せる範囲の現実的な強さを追求していこうかなと思ってます。自分が目指すなりの最強を目指していきたい。ね。ね。本当なんだろう、あ、そうだね、武道とかの世界、賢い人は体育会にならないっていうね、話があったと思うんですけどね、まあ体育会嫌いって思うのは、自分のあのね、自衛隊とかね、自衛隊にね、実は一瞬だけいた頃があったんですよ。意外とあんまり人に話してないんですけど、本当親が自衛隊だったんで、ちょこっとだけいた頃がね、あったんですけどね。自衛隊ってガチの体育会系の世界なんですけど、ね、ろくに教えねえくせにね、できねえとね、怒鳴り散らすというね、割とクソみてえな環境、クソみてえな教官がね、一人いたんですよ。ちゃんとね、してる人もいたんですけど、うるせえ、こんなとこいてられるかとかね、まあ、他にもいろいろあって、もうすぐ辞めちゃったんですけど、まあね、私のようなマイペースな人間はあんなとこで生きていけなかったね。なんで、いや、自衛隊やってる人ってね、立派だと思います、本当に。でね、まあなんだろう、体育会系かなと思うのは、もう、とりあえず見せて、あとは根性でなんとかしろみたいなね、パターンがね、結構ある気がね、するんですけど、まあ、なんだろうね、今言ってるサークルとかは割と、こう、まあまあ、ゆっくり、一回じゃね、一回じゃできないから、みたいな。一回じゃできないから、こうね、何度もね、やってできるようになったらいいよ、みたいな。こうね、自分たちも何年も、こう、
やっててこうだからこうで何年もやっててゆっくりねこう技一個ずつ身につけていったから、で1回でできなくてもだからとりあえず形だけね覚えてたらいいしみたいなね、こうそういう感じのねまったりした感じでね、でもちゃんと教えてくれるしてね、あいいなってね、なんで居心地はすごくいいです。でね、まあちょっとなんかそういう大会の敷居があまり高くない感じのね格闘技とか増えたらいいなってね、なんで個人的には思いますね。やっぱそういうとこって普通のちょっとやってみようでね入れないと思うし、そうなってくるとその競技とかも衰退していくとね思うんだよね。ね、こうでまあそうね、格闘技がライフワークというか人生で必要なものというね話をこうちょっとねこう出たと思うんですけど、そうね、その辺の話をねしたいなと思っていた話題で、お的確な説明ができない根性で何とかしろというのが草、もう本当にね、本当そうですね。ね、たまあいやね、スポーツやってらっしゃる方もみんながみんなそうじゃないというのはね分かってるんですけど、一定数ねいる感じでね、あんまり好きじゃない感じでね、もうそういうとこ見極めがね難しいですよね、その何かスポーツ始める時の。結構ね学生時代にそういう体験して運動嫌いってなっちゃった子って結構いると思うんです。もったいないなって思うんですよね。自分もそう、本当、学校の体育の授業とかって大嫌いだったんですけど、大人になると体を動かすの大好きなんでね、なんかそういう嫌い意識を植え付けてしまうのはね、いかんなって思うんですよね。私もダンス習っててあったわ。やっぱどこの世界でもあるのかな、ダンスもありそうだな。なんだろう。まあ一つは、あれですよね。競技のこの選手で強い、上手い人と教えるのが上手い人がっていうのは多分必要なスキルが違うっていうのはね結構あると思うのでね。だからね、こういい先生に出会えるかって結構ね大事だったりするとはね思うんで、なんだろうな、だから今後そういうね、特にそういう格闘技とかの業界って体育会気質がね多いと思うんですけど、なんかね普及してほしいんで、いい指導者が増えてほしいですね、個人的には。ですね、こうでまあ自分の中のね、そうそう、格闘技っていうのは、趣味と実用を兼ねたっていう話でね、確かにそうだなって思うのは、だから自分がスポーツマンかって考えると、まあ丸だけど三角かなって思うのは、自分が格闘技とかをやる中でスポーツ、もちろん競技ルールがあるスポーツとしてやっている、一方でスポーツとしてのそれだけを追求したいわけではないって。なので例えばこの練習しながらね、結構まあやっぱ自分体がねちっちゃいんで、まあなんで筋肉とかもつけていかないとなとは思うんですけど、体重差が結構あって、格闘技ってやっぱ階級で分けてだからでね、まあ階級が違うからこうとかってねこう言われたりもねするんですけど、でまあ確かにスポーツ的に見るとなるほどそうだなって思うんですけど、まあ、自分の場合ただやっぱ強い人間を目指したい、まあねもうこの年には喧嘩がしたいわけではないんですけど、それはそれとして強さを目指したいって思ってるんで、相手がでかいから、じゃあやられました、じゃあこうねスポーツでならそれでいいかもしれないけど、自分が目指す強さで言うとやっぱでかい人にも勝てるようになりたいなってね思ったりはするんで、でそうめっちゃ分かってしまう、もう嬉しい、分かってくれると嬉しい。武道、武術と格闘技って厳密には違うっていうのがね、こう、あーってね、やってて思って、こう、あ、合気道的な、そうそうですね。
合気道ね、本当は合気道やってみたいですね。それこそ、武道格闘技と合気道とかのみたいな武術といわゆる総合格闘技みたいな格闘技ってやっぱ違うんだなって思ったのは、こう、そう、なんだろう、格闘技はやっぱそのルールの中での強さを追求して、その中での技術が磨かれていく感じで、で武道とかはやっぱあくまで根底に実践というかそういう考えがあるっていうね。あの人の方が綺麗、あなたは可愛い系だもんねと言われたとしても違うんだけどって思う。そうだ、そうそうね、分かる。なんだろうね、そういうこと言う人ね、こう言うのもどうかと思うし、って言われると、でもね、こう、なんだろうね、いや、もうそういう問題じゃねえよってね、思う、わかる、わかる。ね、強さも美貌も数字じゃないしね、そうですね、そこ難しいとこね、だからこそ、工夫の余地があるのかな、みたいな。そこが追求すると面白いとこなのかなって思ったりもしますよね。本当ね、まあ、そうそう、合気道的なってね、こう、話がね、出ましたけど、本当ね、その、いわゆる武術とか、まあ格闘技ももともとはあらゆるもの、たどると実践が元にあって、でね、戦国時代の合戦ぐらいが、の組打ちとかが日本の武道のルートの最初の発展だったりするみたいですけど、ね、で、まあ当然のことながら、まあ、でかいやつと、こう、細いやつが、まあ、正面からぶつかり合えば、でかい方がね、絶対勝つ。まあ、それは当たり前なんですけど、ただ、まあ、実際じゃあ戦ってね、相手がでかかったから死にました。じゃあ、それじゃあちょっとやってられんので、そこで、こう、出てきた技術とかが、それこそ合気道とかもそうですし、まあ、総合格闘技も決め技、関節技とか多いんですけど、関節技の理論ってそういうところで、ね、たとえね、この間話したけど、猫は可愛くて美しくていいねって思うからね、同居は可能のはずみたいな。そうですね、それはね、思いますね。だからね、こう、可愛い系、綺麗系ってね、このね、女性とか、こうよく分けて語られることがあるんですけど、自分はね、あんまりそこ、あんまり意味ないんじゃないかなと。どっちもあるんじゃないみたいな。極論なんか同じ人がその日の雰囲気で、切り替えたりもできると思いますし、でまあね、男性もそうはそうだと思いますし、まあね、こう、それこそ役者さんとかもね、役によって顔全然違ったりしますしね、だから同居はね、本当可能だと思いますし、強さもそうですねと思う。確かに。そう、こうね、その、その関節技の話がどうかって話だと、例えばね、よくある腕の関節こうね、決めるとかっていうのを、腕一本の、例えば肘を狙うなら肘に対して、じゃあ両足で押さえて両手で引っ張るとか、まあそういう技とかあるんですけど、そういう相手の腕弱い部分を一箇所押さえつけて、じゃあ自分の力を最大限に出すみたいな、そういうのがね、論理の組み立てとして、でそれによってちっちゃい人にも勝つチャンスがあるみたいな。で特に武術とかは競技以上にそういう側面はね、強いと思いますのは、そのまああのね、強あ急急所を狙うっていうのを、例えばまあ一番シンプルなね、目をつくとか股間を蹴るとかで、それそういうね、技術によってこう切り抜けるって、でかいやつ相手にも、まあ、ただそれもそうなってくるとスポーツだと使えないものとかもいっぱい出てくるんで、なんでね、あ、面白いね、そう、それね、すごい面白くて好きなんでね、なんでいずれ今総合格闘技をこれはこれで目指しつつ、合気道とか古武術みたいなね、そういう武道系もね、やりたいなと、ね、
思ったりはしてます。いずれちょっと余裕が出てきたら。ね、なんかね、武器の武道もまたやりたいな。居合とか剣術とか。結構この総合格闘技って、殴る、蹴る、投げる、関節決めるって、全部何でもありっていうね、いうルールなんですけど、で、体格差とかを一番克服しやすいのは総合格闘技だっていうのなんかで見て、もうそうなの？とかって思ってたんですけど、やってみると確かにちょっと分かるなっていうのが、もちろんでかい人間は有利ですけど、こう、ピンチはチャンスみたいな、欠点を知ることは埋めることができるってこと。そうですね。それはまさにそう。こう自分のこの得意不得意みたいな、そこをね、で、ね、こう、それこそね、その総合格闘技は体格差を埋めやすいっていう話のあれは、こう、戦略でいくらでも余地があるかなっていう。例えば多分柔道、わかんないですね。柔道も奥が深いとはね、思うんで、必ずしもそうじゃないかと思うんですけど、例えば自分は空手とかをね、ずっとやってたんですけど、で、取っ組み合いは素人なんで、今ゼロから学んでるところなんですけど、じゃあ柔道とかやってた人と、で、体でかい人と、取っ組み合って勝負したらね、100%自分は負けるんですけど、そこで殴るとか蹴るとかも入ってくると、じゃあちょっとこの戦略次第でやれるところがあるかとか、じゃあでかいやつ投げようと思ったら、腕力で投げようと思ったら、なかなかあれだし、技術もこう、じゃあやってたものを埋めるのはなかなか難しいけど、じゃあ一発殴って、じゃあそこの隙で投げるとか、そういうやり方だったらワンチャンあるかなっていう、そういう戦略の幅が広がるのは、やっぱこう技が多い競技の方が多いんだろうなっていうね。だから格闘家は賢いのかな。ねえ、こう、そうですね、なんか割と武道とか格闘技やってる人は、自分習ってたんで周りに何かね多いですけど、なんか割と賢いというか多彩な方は多い気がしますね。なんかね、他にもいろいろやってたりとか、なんかいろんな活動してたり、それこそ役者やってたりとか。こう自分の中で自分に合った強さっていうのをこう生きる中で追求していきたいなとね、思っています。やっぱで、これから生きるにあたってね、こう自分の活動でもこう生活でも、最低、独立してね、自分で生きていく生き方を選んだので、その範囲をね、守れる人間にはならないといけないと思うんでね。役者さんってダンスか格闘してた人多いイメージ。そうですね。意外となんかアクション俳優さんとかじゃなくても、なんかプロフィール見たら特技格闘技とか、なんか武術とかってね、結構多かったね。ダンスはやっぱ役者さんって必須みたいで、自分が事務所にいた時もね、ダンスは絶対この必修科目で、なんか殺陣とかは選択みたいな感じだったと思うんですけど、ダンスは絶対どれかやれって言われて、このジャズダンスなり、ジャズとかヒップホップとかね、確かいろいろあったんですけど、一枠やれってね、演技とダンスは週に何枠かっていうね、決められてた感じなんですけど、ダンス、役者さんはなんかダンスって必須なんだろうなとは。体を動かすのに、綺麗な見せ方するのにね、必要っていうとはなんか聞きました。ダンスって科目としても必須になったし、体を作るのにいい感じなのかな。そうっすね。リズム感とかを鍛えるのにすごいいいか、ちっちゃい頃からね、やるのはね、すごいいいと思いますね。なんで、ダンス必修化っていろいろ言われましたけど、自分はいいかなって思います。ちっちゃい子がやってて損はないと思う。全然話がそれるんですけど、今 TikTok がすごい流行ってるのって、TikTok にハマってる若い世代って、ダンスが必修科目になった以降の世代が一番多いところで、
だからそういう中で生まれて流行った文化っていうのなんかでちらっと見てね、おなるほど面白いなって思って、こう、ああそういうとこでなんかいろいろ新しい文化が生まれてきてるんだなとかって思ったりはね、しますね。ね、こう触れるとやっぱり抵抗なくなるんだ。すごい。そうですね。自分はやっぱね、ダンスが、まあそのね、役者習ってた時やらされましたけど、やっぱね、苦手で、今でも苦手なんですけど、だからね、必修科目である。なのに賛成なのはやっぱね、自分もちっちゃい頃からね、やっときたかったなってね、大人になるとね、思ったりはね、して。やべえ、全然できねえ。うん、やべえって。やっぱゼロからね、やると、こう、ハードルがね、ハードルというか、こう、やっぱ苦労はね、したんでね、したっていうか、まあ、現在進行形でね、ダンスできるようになりたいと思うんですけど、今でも、なかなか。あ、演出家、遠藤さん。遠藤さん、いらっしゃいませ、こんばんは。お、いいね、ありがとうございます。リズム感と姿勢を知るのが目的かと、ウォーキングか入りますかね。そうですね。あ、そうだ、ウォーキングもやりましたね、歩き方。ね、私もピアノとバレエをやってたかったと思う。あ、わかる。ね、女性はでもピアノとバレエいいっすね。なんか、バレエなんか今でもちょっと興味ありますね、クラシックバレエとか。いらっしゃいませ。こんばんは。こんばんは。ですね、今日はちょっとテーマを決めて語るっていう回で、ちょっと今日のテーマは武道格闘技というテーマでね、ちょっと語っております。私、学生時代は剣道と空手をやっておりまして、で、今ちょっとね、去年から総合格闘技をちょっと始めてまして、もともとアクション映画とかがすごい好きで、その映画の影響で始めたんで、結構、なんで、やるのも見るのも好きって感じですね。そういえばダンスの最初のウォーキングとリズム取りからでした。ああ、やっぱリズム。確かに。リズム取りから。でもそうね。自分はね、リズム感苦手なんでね、そこからやろう。踊れるようになりたい。そう。武道ですか。そうですね。こう、今ね、武道の話から、武道、こう、役者さんって武道かとかとダンスやってる人多いですよねっていうね、そういう話題の流れで、ちょっとそういう話にしてます。私、以前、俳優事務所役者を目指していた時期もありまして、で、結構この配信も芸能関係の方、こう演劇やってたりとかいう方がね、来てくださることが多いので、ちょっとそういう感じの話題が多かったりもします。サラリーマンでも歩き方綺麗だとできる人に見えます。ああ、それね、大事です。なんかもうそれだけでやっぱかっこいいなって思いますね。なるほど、確かに。そうそう。ね、立てしてる人多いですね。ああ、やっぱこう、自分もその役者時代ね、ちょっとだけ殺陣やってまして、その時代劇の現場とかも何回かね、結構行かしていただいたんですけども、やっぱ役者さんとか、日本だとね、時代劇の殺陣とかやってらっしゃる方は結構多いですね。大阪にいた頃はね、関西だと京都のね、映画村の現場が多かったので、なんかある種必須科目みたいな、関西の仕事はやっぱ時代劇が多かったんですけど、意外と地元に帰ってきてからも、ね、鳥取県の方でも殺陣やってましたって人結構多くて、ああってね、なんかやっぱ演劇とかやってらっしゃる方にだと、やってる人っては多いんだなって思いましたね。こう、今は家でヨガをやってるんですけど、姿勢良くなると性格も変わる気がします。あ、でもそれはね、なんか実際そうみたいですよ。なんかうつ病とかの話で、なんか
うつ病って脳のホルモンのこの流れで変わるらしくて、で、歯の噛み合わせとか首の関節とかがゆ、く、歪んでると、関節というか首の骨とかが歪んでると、なんかそのホルモンが出る場所が圧迫されて、なんかその出が悪くなってうつ病になるとかってな場合もあるっていうのをね、聞いたことがあるんで、姿勢を良くすると性格も変わってくるっていうのは割と本当に科学的に正しい話みたいです。ね、健康にもプラスになるんですね。そうですね。やっぱこう体を動かしたりすると、こう、なんだろうね、やっぱ精神状態って全然変わってきますからね。うつ病になった時、とりあえず運動しろってなんかね、見て、自分もちょっとね、仕事絡みでちょっといろいろあった時ね、やばいって思った時、ちょっとランニングしただけでもね、元気になったりしたんでね、本当大事。お、そういえば今日薬局行ったら歯周病でうつになるみたいな VTR 流れてて、冷えってなったな。あとなんか、歯と首か、見過ごしがちですね。本当、なんでしょう、うつとかって心の病とかってね、よく言われて、なんか難しいもののね、印象を持たれがちですが、まあ、結局のところ人間の体って脳のホルモンのね、あれなんで、やっぱそういう物理的な何かがね、影響してることって結構あるみたいですね。そうそう、健康とね、の話になるとね、これね、語りたいと思ったのが、総合格闘技を始めて、まだ2、3ヶ月ぐらいのもんなんで、そうね、まだまだ全然初心者ですけど、始めてもう一発でこの体に、一発でこれはやってよかったというね、効果がね、初回から出たのが、私、パソコン仕事なので、この肩こりがね、持病のような感じで、常に肩首の痛みに、が張り付いたようでね、な感じでもう苦しめられ続けて、何年も苦しめられ続けていたんですけど、こう、その初回の練習に参加して、で、初めて参加しても体ガンガン動かして筋肉痛で、ああ、もうやべ、死ぬみたいなね、ぐらい疲れたんですけど、翌日ぐらいになるとね、あ、肩こりがないって、首がないって、しかもそれからね、再発をしていないっていうね、ちょっと年明けね、練習2、3週参加、最近できてないですね、なかったせいで、ちょっとね、先日ちょっと肩痛かったんですよ。練習参加している間もずっと再発しない感じでね、そう、体とメンタルは相互作用ありまくりですよね。本当、それは本当あります。だからね、なんだろう、とにかく、うつになると、運動しようってね。なんかもう本当脳筋みたいな発言ですけどね、本当に。お、ノラさんいらっしゃいませ、こんばんは、初見さん、お、ありがとうございます。私、じゃ初めての方なので自己紹介をさせていただきます。私、谷山亮と申します。谷山キネマという屋号で映像制作をしたり、いろいろ、イベント業をやったりしています。こういう、このチラシなんですけど、これ自分で描いたんですが、こういう絵を描いたりもしています。YouTube とかもね、いろいろやってますので、よかったら谷山キネマで検索してみていただけると嬉しいです。で、今日はですね、テーマを決めて語るという形で、武道格闘技をテーマで語っていて、今ちょっと流れでメンタルと体のことについて語っております。もうね、肩こりが持病って絶望的な響き、すごい、本当ね、すごい、すぐ治ってね、感動しました。記念すべき1000いいねは、お、龍之介さん、ありがとうございます。遠藤さん、確かに美味しいものを食べると元気になりますもんね。本当、体はね、と心はね、なんか、どっちかだけね、やろうとしてもダメだけど、どっちかこう、やると、どっちも良くなったりとかね、するみたいな。お、自分は腰痛に悩まされてます。ああ、腰痛も結構なんか、いろいろ聞きますもんね、腰はやっぱ体の要っていうだけあってね、周りに結構腰痛持ちの人が多くてね、きっと結構あーってね、いますね。
なんで自分はね、腰はあんまり来たことがないんで、このあんまりこの運動したら治るかとかってね、あんま言えない、なんとも言えないところあるんですけど、どうなんでしょうね、腰痛とかもやっぱ運動したら緩和されたりするんですかね。逆にひどい時は動かさない方がいいとかでも聞きますけど、知り合いがね、ほんとちょうどなんか腰痛で、なんかね、筋肉が断裂したってね、Facebook で今日ちょうど言っててね、マジかって、恐ろしいってね。心と体にいいっていうのを心がけたい。腰痛同じです。あ、やっぱね、ヨガの中にも腰痛緩和というのもありますな。あ、でもヨガでも腰痛にいいとかって聞きますもんね。ヨガか。ね、お、去年13キロダイエットしたかないかもしれない。13キロダイエットすごい。あ、でもやっぱ健康になると緩和するってことですね、そういうのっていろいろ。ちょっとね、今回テーマ決めトークってね、基本ちょっとね、録音しながらね、やってて、後でね、よかったら YouTube に上げたりとかしてるんですけど、録音機器の容量がね、若干残りが少なくなってきたんでね、こう格闘技の話でこれだけ語っときたいというようなやつをね、ちょっと語らせてもらおうかと思いますと。格闘技で外せない話題はね、最強の格闘技は何ぞやっていうね、話題だと思うんですけど、最強の格闘技を語るときに、チャンピオンを並べて戦わして誰が一番強いかってね、語り方をよくされようと思うんですけど、自分がね、思う最強の格闘技って逆だと思うんですよ。弱い人っていうか、素人、どんな弱いやつでも、それちょっとやって、ある程度の期間で誰でもそれなりに強くなれるっていうのが一番強い競技なのかなってね、思ったりします。まあ、そういった技術体系とかそういうのがしっかりしてるっていうことだと思うんで、